今の子は知らないジェネレーションギャップを感じるもの6選。アルコールランプ。理科の実験でおなじみのアルコールランプですが、ここ10年ほどの間にほとんどの学校で使用されなくなったそうです。理由は危ないから、危険性をなるべく気にせずに実験に集中させたいから、また火傷や火事などの事故が多発したため、学校や教科書からも消えつつあるそうです。私が小学校の頃は理科の実験で楽しみなことベスト3に入っていただけに、なくなると寂しいような気がしますね。クラッシュギア。モーター式のおもちゃ同士をステージ上でぶつけ合わせ、弾き飛ばした方が勝ちという単純明快なゲームのできるおもちゃです。ラジコンと違い、電源を入れたらあとは勝手に動くのを見つめるだけです。アニメでは激しく暴れ回るおもちゃですが、現実はシュールな戦いぶりでした。巻き戻し。2000年代前半まではまだ使われていたビデオテープというものがあって、ビデオテープ内のテープに映像データが書き込まれているため、見逃しどころに戻す際は巻き戻しというボタンを押してテープを巻き戻して視聴しました。今では早戻しという言葉で浸透していますね。このテープを巻き戻す仕組みのせいで、レコーダーにテープが引っかかって、たびたびビデオテープが取れなくなりましたね。2000円札。2000年と沖縄サミットを記念して発行した紙幣です。消えた理由としては、使い勝手が悪いということが言われています。今の小学生は、見たことがない人がほとんどでしょう。普通に見かけた当時は、お年玉で2000円札をもらえるとハッピーな気持ちになったものです。ハローマック。大型の総合おもちゃ屋さんで、今でいうトイザラスのような立ち位置でしたが、2008年7月に全店舗閉店になりました。20歳以降の方ならほとんどの人が覚えていると思います。今でも一部のファンがハローマックのツイッターを作り応援しています。知っていたものがなくなるのは悲しいものですね。テトリス。上から落ちてくる多角形ブロックを操作して、埋まった横列のみをひたすら消し続けていくゲームです。単純なゲームで、失敗しても何度もやってしまう中毒性がありました。近年映画化されるようなので、再ブームが来るかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。